よし、じゃあエピソードクエスト共感。そうお、ドンドルマでハンター鍵を教えるのか。このハンター随分と間抜けな顔しているな。これから始まる我が輩のビューティフルロードに使えるかもしれないぞ。あ、よく来たな、さすらいのハンター教官とは我が輩のことだ。さて、様々な地で名を馳せたスーパーグレード教官なのだ。こんな素晴らしい我が輩は事業にも乗り出し、巨万の富を築き上げることに成功した。ところが、互角非道な海賊どもに金品を負けられてしまい、我が輩は無一文になってしまった。話が全て嘘っぽい、何一つ嘘など言っていない。そんなこんなでたどり着いたドンドルマ、我が輩は素晴らしい噂を聞いた。この辺の浜辺では、価格が高騰している素材が取れるというではないか。この素材が醸し出すのは、渋い色味に隠れる気品や、気高さ、ワンランク上のナイス疾患。遥か遠方、旧砂漠の町で女性たちのマスターアイテムの素材に使われているらしい。彼女たちを虜にするアイテムとは、アルセルタスアシュ素材のサンダルなのだ。AI、大量のアルセルタスアシュを借り、素材を売りつければ一攫千金間違いなしだぞ、と。ここまで来れば想像はつくだろう。行ってこい。相手いても10匹は借りたいところだが、とっておきの秘策がある。別に行けばわかる。とりあえず10匹だ。行ってこい。我が輩目覚める。お、行ってこい。契約金として一銭くれてやろう。一銭もらったぜ。まあ、行ってみよう。イベントクエスト。よし。外伝を我が輩目覚める。アルセルタスアッシュ10匹の狩猟。我が輩だ。我が輩の新たなる門出のためにアルセルタスワシを狩るのだ。数は10匹でよかろう。クエストが始まったらしばし耐えるのだ。我が輩の秘策の大松が良い。ぬはははは。ここで読むんかい。ここで読んじゃって。ほら、受けろ。受けるんだ。契約金1700も払わされて。1銭もらったで。大丈夫。我が輩、我が輩目覚める。旧砂漠昼ですよ。あ、ね、であ、やば。あれを。ハンカチ持ったか。クーラー。クーラードリンク。よし。やべ、間違えてクマさんを見てしまって、クマさんの装備を晒してしまった。召集力が。秘策を見せてくれるらしい。10匹分の素材をくれれば。もう、ぶっちゃけあれだよね。箱にあるから、それあげるから。我が輩だ、教官だ。ああ、ここにあるんだな。クーラー、ここあるやん。本当だ。とっておきの秘策。ミントもらおう。空骨。うん。これは。じゃあ、ケルビでも買っとく？どこ行けばいいの？ケルビ、どこ、ケルビ。ケルビ一番にいいんじゃね、いつも通り。いた。にゅん。まあ、任せたまえ。よし。行け。はい、これケルビの角ゲットよ。あれ、あ、吹っ飛んだ。横殴りだったら確実に手に入る。もうケルビの角なんていらないと思うんだよ。あ、いた。大粉塵あるでしょう。うん。俺まだ10万超えてないから使いたくないんだよ。何これ、倒せばいいの？多すぎる。どこ？黄色？ここ。あ、いる。これを10匹？でかいな、結構。うん。生肉さーん。元気が。出てこない。出てこい。ほら。全然食らわない。あ、ほら、してきた。出てきた。アダン壊れた？まだだよ。壊れてなかった。壊れた。壊れたどころか終わったで。え？弱っ！ほんとだ、弱い。なんか落とし。連れてきたぞ。ゲネルセルタスワシュじゃ。はあ、ワシュだ。おびき寄せるのだ。おお、素材が集まるな、こいつは。あ、届かない。落ちた。え？どうなってるの？あ、ストリップだ。どうしましょう。あ、どうしましょう。戻った方がいい。逃げてるだけじゃねえよ、これ。見てるだけなんでしょ。じゃあ、いっか。脱出。わー、なんか捕まった気がする。倒っちゃってもいいのかな。なにこれ、拘束されてる。あー、さよ。あ、上に乗った。発射されるで、ボーン。
乗った乗った。あ、次乗った次乗った。おー、飛んでった。飛んでった。え、そっちももう2匹目来てんの？え、来てない。今2匹目飛んだ。2匹目来た、2匹目来た。こいつを、おーす。おー、めちゃくちゃ食らった。何これのダメージ。しかもピオ。これ死んだんじゃねこれ。発射されないんだけど、なんだろうこれ。発射されへん。もしね、バンドラ明日どこか走ってきた。起きた。なるほど、バラバラになった。そして巻き込まれて死んだ。お、大自然の隠そうを目の当たりにしたぜ。足に生まれなくて本当に良かった。もうなんかこれを9回見ればいいだけだろ。落ちたから倒す。落ちたから倒したのか。うん、あ、まひった。なんか来そうだな。出る。これ見たの初めてだな。オス粉々になるの見たの。もう倒そうや。もう2匹目終わったぜ。向こう投げて。向こう投げ。捕まってる。あ、次の来た。あ、クマさんが発射される。ああ、フッジのとこ。粉々になる。すげえるな、これ。危ない。人も飛ばされんの？人も、私飛んだ。一回飲んどっか。アトラクションが。例えば、キノコ大好きなのにキノコ漬けしてなかった。新しいのを呼ぶんだ。あ、来い。マヒー。来るか。豚ピーレー埋まってやがる。走ってくんじゃねえよ、早く撃てよ。お、合体した。来てこない。いつマンドラ食えばいいんだろうって思っててうろちょろしてたら直撃して死んだっていう。おー、まひった。まひったらオスもピクピクした。どうやら僕たちは見てる景色が違うみたいだね。違います。上のやつだけ。ああ、拘束されたわ。拘束されたら一緒に飛ばされるんじゃない。あ、そっか、あ、一緒に飛ばして。一緒。おお、すごい。上に乗った。3匹目じゃん。アルセルタスの上なんだ。おお、バラバラになった。でも半分までしか減らないんだね。すがめずにすぐさま次の補填した。これ上のやつにジャンプして攻撃してれば素材取りまくれるのかな。やっぱいいね。全然発射されない。どっちが早く終わらされるか勝負だ。3人おるのに負けるかもしれない。全然撃たれねえ。あー、しびれた。さようなら。なんか走ってってばっかりでまだ2匹しか終わってないぜ。今何匹目だこれ。 4ぐらい。4。おー、またおかわりが。ドッキング、そして殴る。あ、しびれた。やばいやばい。ビーして上から潰された。ああ、よし、潰された。来た来た、2匹目。あと3匹目だ。あ、上だけ吹っ飛んだ。ほんとだ。あ、地面から出してきた。素材を手に入れるのだ。赤が取れねえんだけど、こいつら。早く放つんだ。あ、潜った。移動した。やられる前に嗅ぐのだ。どうか、あ、どうか。10匹分取れそうだね、これ。あ、降りた。結構大変だ。ほら、移動された。倒った。
高みの見物。ちょっと旦那ぶっ壊さないで。お突進してるめっちゃ。あれ旦那がいないぞ。あ、来た。あ、来た来た。よし。すぐさま叩き落としてやる。おりゃ。ダメだ。旦那が来ない。おお。お飛んだ。ぴよってる。ぴよってるわ。いった？ああ。危ねえ。危ねえ。水飲んどこう。発射しないな。こっち来てるわ。なんだこれ。もう走ってばっかりだ。あら、落ちた。お、落ちたよ。乗った。行こい。こっちの旦那をボコっとくか。うん。なんかすぐ落とされたんだけど。あー、だこれ。逃げようで。わー、逃げちゃう。で、やった。終わり？なかなかビューティフルな修行であるって言われた。会話が発生したから、旦那は死んだんだろうな。俺まだ4匹なんだけど、こっちも4匹なかった、うん、5匹か。え、もう6匹ぐらいいったと思うけど、全然売ってこねえし。1人とかあったな。うわ、壊れた。拘束されてる。ああ、マニクラった。何消えんの早い。よし。で、お、おい。何？てか粉塵がない。すんげえ減ったな今の。近くの方が撃ってくるのかな。なんで香川くんは生きてるんだい。あれ普通のやつ、旦那なしのやつ食らってし。ああ、ダメだ。食らった。大丈夫だ。ぶっかわした。あ、ビリビリした。ビリビリした。あ。お、来た来た来た。来てこい。おーし。来い来い。もう、突進は勘弁よ。今のを見たか。ハッピーねあれ、どっか行ってまいようぜ。あれ、どこ行くの？落とし物あるじゃん。潜ってもだ。お、移動だ。どこだ？どこやろ？あ、あっちだ。最初んとこ？来た。もしかしてクーラーいらんかった？よし、嫁さんはどっかに行っちゃったから旦那を。なんだこいつ、興奮してるぞなんか。旦那探しに行ったんだ。旦那探し。旦那に拘束攻撃された。え？こんなあったんだ。こんなあったんだ。届かない。拘束攻撃。そういうのもあるのか。危ない。普通に撃ってった。旦那撃って早く。あ、もう地面撃ってほしいな。走り回って。捕まってもいいじゃん。捕まっても。ハンマーで地面の流差で移動させられると全然攻撃が出られねえよ。よし、飛ばした。お、どこだ旦那。旦那僕でーす。お、早っ。おし、残り2匹。俺まだ6匹倒さなきゃいけないんだけど。顔面してくれよ、俺。発射させるっていうより倒してるからな。うん。でも発射させてたらすごい時間かかる。あ、お、科学がやられてる。剥ぐんだ。じゃあなんとか助け。半分より減ったら回復しよう。あ、大丈夫だ。もう逃げた。そこで食らうと一発でかよ。おお、あれ旦那は？これだいぶ減るよな。お、旦那来る。あ、来た。すぐ落とす。お、旦那来そう。と
え、違うのに当たった。あれビューンって言ったで今。あれあ、奥さんに乗った。旦那が落ちてるぞ。あれキャンセルされた。めんどくさくなってきた。もう殴ろう。殴り出した。もうめんどくせえ。あ、残り。出来だ。もっとビューティフルに買うのだって言われた。ビューティフルか。ビューティフル。あ、落とし物。真下でハグっていう。ああ。もう私さっきからハイでないわ。よし、来た来た。あっとく。旦那を早く。あ、こっち来そうだな。えい。あれもう旦那枯渇した。また呼んだ。あ、また。あれ10匹までは枯渇しないだろう。じゃないとこのクエの意味が。何またしてるんだった。あんま、十また。やばい、死ぬ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 。さすがにこれはやばい。旦那さん。旦那。旦那落とすんだ。落ちた。落ちた。落ちたぞ。ここだ。じゃあ。来る。多分旦那飛んでくる。よし。やっほー。いい。奥さんもついでに残ってしまおう。もう終わった。ジョーのフェロモン。死ねえ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 。これめちゃくちゃ食らうんだよな。ここだ奥さん。いた。おお普通に殴ってる方が楽だわ。奥さんを倒すんだ。残り1分で。うん。ジャンプ。ああ引かれた。でも食らわない。ふっとわされた。しぶとい。痛い。あ、終わった。まだまだ終わらないね。あと何匹ですか。4匹です。4匹まだ6匹しか倒してません。あ、でも半分以上いってるもん。あ、よし7匹目いった。あ、もうあと3匹。召喚チケットやべえなこれ。素材がすげえ厚さあるな。確かに。おお、最大か。なんか効率のいい方法はないのかな。ジャンプ攻撃すればいいんだよ。うん、最近ジャンプ攻撃してる。最近3回投げれば上がれる。落とした。小さいのに乗った。で、突破して間違えた。どうしてる、いつの間にか。僕なのはない。次がこういう時は火薬で、あ、火薬もダメだ、悪運がつく。よし、残り2匹。次なんだっけな。じゃあ素材もらっとくか。結局4番と5番を行ったり来たりするだけなんだな。どうだ、じゃあ共感チケットの力を確認しに行こう。あー、そっか。待ち時間入ります。待ち時間。もうネットワークの調子が本当悪いな。交換チケット、プロービーブレイド。ブレイド、
ブレイド体験体験あ体験だ。おおおお、訓練所で流した血と汗の結晶体験使わないからな。胸に巨来する教官は元気にしているだろうか。教官あ、太刀もある。チェーンブレイドなんかあれだね。これ強いじゃん。早く次の連れてこいよ。あ、でも紫にならないわ、切れ味が。全部あるんじゃないこれ。あ、でも片手剣もあるけど双剣はないんだね。本当だ。でもハンマーはあるよ。めちゃくちゃ食らうし。一人だけ話が違う。やばいやばい。おお、かわした。危ねえ。あ、残り一匹。あ、残り一匹。頑張った。そりゃ、一人はちょっと。インクリボカンほぼ全部食らってんだよ、俺。説明文がみんなちょっとずつ違う。そうなんだ。あれ、なんかチェーンブレードだけかっこいい感じになってる。最後の一匹撃てよこいつ。先進的なチェーンブレードってあれじゃんね、回転の小切りね。うん、そら強いわ。先進的な盾を生み出した。よし、追うわ。撃ってこい撃ってこい。殺そうこいつ。残り1匹だし。オーはないんだね。オーないのか。そう、そう、どうしよう。お供もないし。ことは4枚あればいいんだ。来るか、来るか。はい。タイプまで切れやがった。タイプが消えた。一瞬消えた。プチン。気づかなかったけど。うん、気づかなかった。ワークの調子が。あれじゃない？お前一人で取れば。変わんねえよこれ。じゃ、多分ラストだ。よし、やったー。終わった。終わったけど、これで再び大富豪だ。ベスト1個目で。これが一番新人。近く戦ってるから。あ、捕まった。捕まったのちょっと見とこう。あ、上に来て、背中にくっついて、ヒュー、ドカーン、撃たれた。これダメージでけえの？でかい、結構でかかった。半分ぐらい効いたかな。うん。ブーメランが壊れにくいって何やったっけ？防具倹約術。それかな。防具倹約術。レベル1の武器にしなきゃいけないんだっけ？あ、そうなの。そうなんですか。そうだった気がする。道具倹約、あ、これか。こんなバカなもん普通に食っちゃったぞ、なんか。ピンクキャビア。これでいっか。大変なクエストだった。こんなに辛いとは思わなかった。あれ次なんだっけな。ブーメランなんて持ってたっけ。ブーメランに何使うの。尻尾切るの。尻尾切るの。尻尾切る。お、アルセルダスが金冠じゃん。え、破壊王でいいよね。誰の尻尾切るの。レイヤ。レイヤ。ブーメランじゃないとダメなの。ブーメランがいっぱい支給されたはず。そういう
そういう制作者の意図を組んであげようよという。そうそう。レイヤーさんってなんだっけ？弱点。普通に雷とか竜とかだよ。雷、なんかあったかな。レベル、レア度1の武器なんか持ってねえんだけど俺。あ、そっか、レア度1の武器にしなきゃいけないのか。レア度1。上があるな。レア度1ならいっぱい。アイアンソード。見てよ、大剣背負ってくんの珍しいぜ。使う予定なしだけど。まあ、太刀しかないのか。みんな、道具倹約術？うん。何と何でできるんだ？あ、道具倹約術ついてるわ、俺。キャビアとバターみたいな。でも、ピッケルと虫やむ系だけって書いてる。ガウンかな、じゃあ。他にあんのかな？射撃術？無上弾。バリスタ。あれかな？暴れ。投擲術？投擲術？そんなのあったっけ？攻撃と何やったかな。肉と酒。肉と酒。本当だ、石ころ投げた際のダメージアップだな。ダメージアップ。まあ、これで悪くはないと思う。高いようで。高いようで。高いブーメラン。じゃあ、第二の召喚に。ここまで準備して違うじゃねえかみたいな。アルセスター氏の素材は予想以上の高値で売れたぞ。我が家の実業家としての目には暗いはなかっただ。このままのキャンターは思ったより使えるではないか。代わりにかかわらず生意気な。これと使ってもっと儲けてやろう。別に最悪だな。比較的楽にはなった。満足する我が家ではないと。羽を生み出す素材はまだある。ナチュラルな色合いが大人の女性らしさを醸し出す最高の素材でな。両レイヤーの尻尾の製のクラッチバッグなのだ。ぬはははは。クラッチバッグがどんなのかわからない？俺も知らん。そういうのは道行く女性に聞けっつってる。どんなの？クラッチバッグ。どんなの？どんなの？どんなの？クラッチバッグ。え、どんなの？わかんない。女性、どんなの？女性。道行く女性じゃないの？わかんないよ。女性、わかんない。クラッチバッグって何？手持ちのやつ。手で持つやつだっけ？小脇に抱えるタイプの。小脇に抱えるタイプ。じゃあ後でググってみよう。とりあえずレア度1までらしいわ。アイテム持ち込み禁止。アイテム持ち込み禁止だって。え？嘘。あ、そうなの。雷電、飛翔せよ我が輩がある。受注するのだ。クラッチバック色にするために、契約金として1銭にくれるぜ。やった。契約金1700ぐらい払ったの。見たらわかんじゃない。いくらだろう。3000。3000、1000。足出すぎだよ。装備外さないとそもそも受けることすらできねえし。じゃあ、アイテムボックスを空にしよう。アイテムボックスを空にするの？うわ。きつい。全部。口を空じゃねえ。ポーチを空だね。じゃあ、もうこのクエしねえわって思うね。アイテムボックス空だったら。受けれた。準備完了である。しよしよ、我が輩。じゃあ今のうちにクラッチバッグでも検索しとくか。契約金300やな。こっちはあれサブだよ。画像検索にしよう、画像検索。お、本当だ、小脇に抱える系のバッグ。あ、やっぱり3000円しかもらえないんだ。レイヤーの尻尾でこれ来るんだって。みんな来たな。フェイストゥーゲーク忍者、尻尾切断だぜ。我が輩や、次なる狙いは両レイヤーの尻尾。尻尾を切らずに狩猟してしまうのを注意せよ。持ち込む武器はレア度1のみ。ブーメランを活用するといいかもしれんな。よし、ブーメランで行こう、せっかくだから。せっかくだから、俺はこのブーメランを使うぜ。買ったことない、ブーメラン。どうやって投げるんやな。ブーメランが使い方からわからん。
四角じゃねえな、Y だな。四角 ?Y。Y で投げんの?めっちゃある。ほんとだ、めっちゃある。あ、5個しか持てないの?この優しい感じが。しびれ罠もあるね。変更。下のこれは?おいし。なんだ。作るんじゃないの?ああ、なるほど。そう、作れんだ。よし。何取ってないのかわかんねえや。余らせたらみんな持ってっちゃうぞ、俺。うん。グレート誰か持っていってない。回復やった。あ、グレート割れた。まあいいや。あ、置いてあるよ、まだ。じゃあ、取ってこようか。肉と、そうか。一応これ G 級だもん。肉とグレート一個ずつ、なんか。肉はいいかなと思って。別にそこまでかかんないだろう。どこだろう。こっちかな。ブーメラン壊れたら取りに帰ってくればいいのか。ブーメラン、どういう軌道で投げられるのかも。あとなんか、骨かなんかで、ブーメランじゃなかったっけ。多分、砥石と骨じゃね。砥石と骨あったじゃん。あ、砥石は鍛えるようか。竜骨と、ちょっと投げてみようか。へい、あれ、投げれない。へい、竜骨と、当たった。当たった。あ、これ、1回で壊れないんだ。何回か使えるんだ。いや、うん。あ、ブーメランが、っていう。そうか、うん。で、はい、尻尾に行くんだ。尻尾に回るんだ。尻尾に。これ軌道変えられないの、ブーメラン。あ、変えれるわ。変えれる？あ、上とか向けばいいのか。あれ、弓とかと一緒か。当たった。あ、当たった。ここに罠あるから、罠にしてその瞬間に後ろに回る。ブーメラン壊れてしまったとか言いつつ、どっか変なとこ飛んでったぞ。帰ってこなかった。おりゃ。遠いと当たんないな。確か罠に当たると尻尾が下に向くんだよ。あ、そうなの。あ、ブーメラン壊れた。罠踏ました方が当てやすいはず。よし、尻尾。踏んだ。おし、ブーメラン。ブーメラン壊れてしまった。ほか。イェーイ、楽しみに。そんないらねえじゃねえか。そして、はっとるって。はっとって傷だらけにする。OK。よし、はげ取った。尻尾だ、尻尾。投げまくれ。あ、みんな俺が食われているうちにブーメランを投げるんだ。ブーメランを投げるんだ。ブーメランだ。ブーメラン。あ、壊れた。ブーメラン、一回も壊れんかった。あ、ブーメランが。残ったらボーンと出るんだ。そのままサマーソルトが。すごい装備悩んだのに。こんな。これもう風圧装備にしてくれよかった。あ、2枚ある。ラッキー。えらい短かったな。うん。2分。帯悩んでこれに戻らなくてよかった。アンマーしか使わない場合には2枚やってもしょうがないです、これ。これ武器用?武器用。雷剣とタチだっけ?雷剣とタチと片手剣とハンマー。じゃあ最後のクエを確認だ。狂眼。尻尾のクラッチバックがまたしても大当たりだ。才能ありすぎて笑いが止まらん。いいぞ、マヌケ面のハンターを使って我が輩は頂点を目指す。最後の一押しと行くぞ。次はなんだ。我が家自身が考え、これ失敗するフラグじゃね？どう見ても。ほらほら、カメラに入ってくんじゃねえ、クマさんや。カメラどこだ？カメラ2にしてくんじゃねえ。トレンドアイテムはダレン・モーランの素材で作った水着なのだ。うん、失敗フラグだ。コツコツ痛そうだぞ。サンクエストに人しか服を着替えない汗臭いハンター様は困る。おっしゃるとは個性が命なのだ。鎧化と見まごう素材感。徹底した露出を拒否したデザイン。水中のクラゲだって怖くない。そんなオンリーワンの一品だぞ。受けないわけがないではないか。東冠号という名の激流船を作った。なんてビューティフー。東冠号に乗っていくのだ。我が輩を永遠にがある。必ず貴様が受注するのだ。ギゼニーをやるぜ。別に制限はなさそうだね。ん?モンスターなんだ。ダレンです。あ、ダレン。とりあえずダレンだ。装備変えてこよう。さすがに、ライト1の武器で行く気にはならん。ダレン開始と同時に激流走をかましたら当たるんだっけ。ダレン・モーラン。久しぶりだな、ダレンさん。違う。突進、横に耐えたりしたとき。のタイミングで刺すの。そう。ダレンは竜だな。ダレンは双剣?竜か雷がよく効く。もう双剣の一式なんて作ってないからな、諦めよう。双剣。単純に攻撃力の高い武器で殴るか、俺は、じゃあ。いや、じゃあ、いつもの破壊用セットでいこう。破壊用セット。雷もよく考えたら、
いつも作ってるやつしか使ってねえや。ちょっと違うのでいこう。ボマーもつけとこう。龍これか。あれこれじゃないな。ん？さあ、俺が怖いのはネットワークの切断だ。一人で。こいつを一人でやらなきゃいけないとなると地獄だぜ。仲介所クエ、村クエでもしんどいのに、仲介所クエを一人なんて。早く術でいいかな。あれないぞ。めんどくせえな、装備し直しか。カリスマしか発動しなかった。火薬術発動しなかった。イベントクエスト。我が輩を永遠に。35分。オープン。違う。ちゃんとアイテムも今消滅してるはずでしょみたいな。バクシー。何も持っていかないのはまずいんじゃない？よし、OK。アイアンソードで行く気？え？アイアンソード。今日待った。最強装備で行くよ。さすがにアイアンだったら困る。馬と破壊用に火薬術つけて。解体術つける。今さら気づいたけど俺音また小さくしてたわ。プレステ3は音がでかいんだもん。それに合わせて小さくしてた。そのままだった。やってきた。我が輩よ永遠に死ぬのか。死亡フラグ満々だったよね。大砂漠。大砂漠。大砂漠。クーラーいるんだっけ？いらない。といえば、このダレンモーランの背には高価な鉱石が眠っているとの噂だが、見つけたら貴様にくれてやろう、プアハンター。ちょっと待ってくれ。バカにされてる。どう？罠が。いらないね。罠はいらん。爆用麻酔弾もいらねえだ。ミントボールもいらないでしょ。もうキノコ大好きだから、アイテム欄圧迫しないからな。オッケー。よし、久しぶりのダレンだ。何も言わない。誰も言わない。どうした？回線が切れた。飛ばせ。ムビなどいらん。カチ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 。あれ、取れない。距離爆弾いらねえや。ボロピッケル。ボロピッケル。ボロピッケル。じゃあ俺がもらおうかな。おいし。全部いただいた。バリスタの弾残ってるぞまだ。あ、バリスタ。あれ、なくなった。起きてる。私が取った。全部取ったよなんか俺。あ、嫌な予感がする、嫌な予感がする。逃げろ。おはっ。ああ、食らった。何、突進のタイミングで？最初はカーンってしたらあかんだから。最初は食らうんだ。これ？まだ、あれ？今？まだやらんでいいと思うわ。いや、今だ、今だ。いけー。ズバ。なんか色が違う。当たった？当たった？当たった、当たった。当たってる。おお。そんなん知らんちゅう、うん、で余ったバリスタで角でも壊す。もう壊れてる。お、なんだこれ、なんか変なの取ったぞ。嫌な予感になって逃げよう。お、なんだこれ、合戦竜神眼。何？あ、一人乗ってるのか。乗ってんのか。おも乗りてえな。え、それは乗るでしょう。おも乗りに行こう。背中のやつはもらって、ああ、乗れるタイミングじゃねえ。腕壊そう。っていうか、これ。あ、赤だ、ちゃんと。よかった。
乗れない。お、壊れた。クマさん落ちろ。これで乗れるぞ。あ、腕、壊れた。早い。いけんのかな、今。ピョーンって。お、壊した。おぉ揺れる。いけそうだな。いけそう。トウ。いける?俺も行く。よし、行った。いけた。いけた、いけた。ザーン。カツーン。ユニオン。ユニオンはいらん。合流席。爆発してる。爆発した。コロピッケルが壊れてしまった。さあ、ここ。お、来た来た。合戦。そこ壊れんで。壊れないと、こいつ。壊れるだろ?壊れるでしょ?壊れる。おぉ、落ちた。もう一個上のだな。壊れなかった。ここから上には行けたんじゃなかった。腕の方から上がっていく。いや、なんか、行かなかったっけ?最後までなんか貫通して。2個壊せたんじゃなかったっけ?みんなここでちょっと待つんだ。粉塵を使う。はい。よ、よし、ここも。待ってるのないかな。ボロピッケルしかないな。じゃあいいか。腕、まだ腕解放。よっしゃ、今のうちに。逆バリスタを。あ、腕来た、腕来た。そう、ほんとだ。あ、ほんと腕から登れんじゃん。あ、登れた。あ、やばい、俺だけ置いてかれる。みんなー、俺だけ缶がない。どういうことだ。俺もねえな。あ、ごめん。乗った。乗ったって。これもカンカンするところが見えん。ここ壊したらあるで。もう一回、もう一回だ。これもう一回。一回だ。やべ、絶対こけるわ。邪魔だこれ。移動していく。石が見えん。お、壊れた。なんか色が。激しい色がある。壊される。ボロピッケルが壊れてしまった。やっぱ、また合戦竜神丸。何これ。あれか生産アイテム。ここにあった俺。あと生産アイテムじゃないかな。合流岩。こっから先。この先、この先も行けんの。この先は。あ、なんでこっちだ。なんでこっちだ。何武器出し攻撃したら吹っ飛んでいった。お母さんが飛び降りた。落ちた。あれはそこの角を壊して角。爆弾は科学が持ってんのか。ぶつかった。爆弾置けないかな、普通の。普通のは置けんのか。帰るか、じゃあ俺。ここから先は俺、バリスタで。戻り玉で帰ろう。まあ、ここ殴ってる方が早いんだけどね。帰ろう。よし、バリスタで角狙うか。あれだね。落ちていった。落ちる恐怖を考えるともっとダメージ与えておいてもらわないと。あと何個だ。お、10個になった。手もまだだな、逆手。逆手、逆手壊しとったり。あれ、失敗した。過ぎた。外した。嫌な予感。お、広まして止めた。てかもうあれか。発射口壊してんのか。完全に手でも狙っとくか。なくなった。デルクス。なくなった。突っ込んでくる。やつカン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 高速準備してるってカンカンする。あ、落ちた、間違って違うな、別にしなくていいやつだな。今度壊れてないか。あ、壊れてない、壊れてない。あ、あ、来た岩石が。おお、避けたら、避けたら当たった。受けません。避けなかった方が良かったんじゃない。うん、ほじってたら当たらなかった。うん、ほじってたら当たんなかった。くそ。あと2発。腕。腕壊れる。たま。レア。いやあかん。何したんこいつ。なんか止まってる。乗れと。でも乗ってもしょうがねえんだよな、もう。もう終わったよ。
危ない香川くん。ドーン。手にちょうど当たる。よろしく。トゥ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 ン。避けられた。行った？まだ。あれ？叩くやつが。いやー。叩くやつがないんだけど。叩いたからな。おそらく。あ、壊れた。あとすのか。ダイダウンしてる。あ、壊れた。壊れた？の壊れた。終わったね。もうこいつ終わってるぜ。登った。乗ってる。とかもう全部壊れたもんな。じゃあ乗って。もう乗ってこよ。乗って殴った方が早いか。こうなったら。弱点ここら辺だよな。確か。抜き出しの。乗ろうとしたら走り出して落とされちゃった。ただない持ってる。お壊れた。何かが飛んだ。お壊れた。しょうがない。こいつのエキスの場所を探そう。とりあえず頭赤で尻尾の方行ったら白いのもらえるのか。まだ壊れるのか。足しかないやな。このむき出しのここら辺弱点なんじゃなかったっけ？むき出しの穴がついてなかった。誰もなんかな。おお。乗り損ねちゃった。で。ビッグウェーブに乗り損ねてしまった。オードラが。おお、吹っ飛んだ。ライダーも。前まで飛んだ。攻撃されてから。今オードラ使った？使った。回復術発生しなかったんだよな。で、引っかかってる。引っかかってた。あれ、帰ってきた。そろそろ終わりかな、大砲俺。だいぶ使っちゃった。まだいける。まだいける。まだ一回も使ってない。おお、ひるんだ。超ひるみまくって。アレンさんはこれ4人でやった方がやっぱ楽だな。1人でも上手い人だと異常に早いんだけど。そうなんだ。5分張りくらいで倒すんじゃなかったっけ。そんな早い。あれ、こっち向かってくる。使えないぞ。使えない。いやー、大砲の弾か。いやー、あれ、高速って誰か持ってんの。もう通常までなっちゃった。高速も使ったよ。一回しか使えないんだっけ、あれ。あれもう5分に1遍ぐらいじゃなかったかな。あ、俺終わった。お、岩石が飛んできた。あとはバリスタしかすることがないな。こいつなんか背中のとこへこんでんの。えい。当たった。わー、すごい。ライダウンしてる。なんで暴れたんやな。うねうねしてる。えい。ドーン。おお、またひるんだ。ほらほら。かわいそうに。口の中弱点やったっけ。こりゃ。ドーン。お、激流像が。激流像が。流撃か激流かよくわからなくなるよね。激流タイムですか。マイカ。あ、バリスタ貯めとこうかな。前？いや、まだ横だった。横だった。高速はまだ復活しないのか。お、バリスタ高速復活。おお、超えてる。キーン。飛んでくるか？だったら止めてやるぜ。あと1個で
よし、満タン。来ないな。大砲、大砲。大砲使い切りたい。大砲、大砲。おりゃ、お腹に当たった。待てー、待て待て待てー、当たる。え、これ潜っちゃった。当たんない。地面に当たったぜ。あ、金が使えるようになった。もうこれもうそろそろ決戦場移動じゃないかな。おーおお。これはあれじゃね。間に合うか、間に合った。った。やるね。綺麗に返した。うん。イエーイ。すごい今クマさんの。こんなシーン見たことないんやけど。初ムービー。不自然な動きで。あ、決戦ステージ。決戦ステージ。よし、ちょうどバリスタ溜まってるし。GQ は近いんだっけ？開始時が。あれ、そうだ。ほら、本当だ。でか、またこの上の前におるとは。でも、なんか微妙な距離じゃね？これ当たんないよね、GQ。これミスったんだよ。当たるんじゃない？潰れたらね。今なら当たる。なんで？大砲先にしよう。ちょうど。ちょうど顔上げてた時にやっちゃったんだよこれ。あーちゃららー、かわされたんだよ。 この状態になって上首をグッて上げた瞬間に。いいねこの音楽。はい、ほうどんどん後ろに下がっていく。まだ当たる、まだ当たるっていうか、まだ当たる。あ、なんか溜めてる。ビームショートしよう、ビームショートしよう。なんだこれ。こっち？あれ。あ、ひるんだ。行くんだ。行け、みんな行くんだ、みんな行くんだ。おい、誰だ？大砲の弾置いてたやつ。俺かもしれん。それ、それでこかされたわ。スタミナが。スタミナがない。やめて、遅れた。ハゲ、ハゲ。ハゲたい、ハゲたい、私もハゲたい。モンスターの肝。お、ヨーロコ。やばい、もう一回は、もう一回は。もう一回行きたい。モンスターの肝。いやー、あ、行けたかった。くそー、3回目が。最後の1個。よし、粉塵。粉塵飲もう。みんな粉塵飲んだ。俺以外。みんな優しい。行かせた。食らってるぞ。めっちゃ効いた。高速じゃねえな。普通のバリスタまだ残ってた。あ、弾かれた。みんな殴ってんだ。殴って。もうひるんだ。止めとく。ひるんだろうかよっていう。血の中にバリスタをぶち込んでやるぜ。血の中弱点だったはずで。これ無理だな。あ、ラでも弾かれる。あ、弾かれる。飛んだ。半分以上効いた。ぴょぴょしとる。いい。脱いでるから、脱いでるから無理だ。これも最後の1個だったから。よし、ひるんだ。ひるんだ。どっちだ。なんもなかった。あ、上がれる。背中に登れるやつ。登れる。登ってどうする？登ってどうすんだ。登ってみた。一応弱点だぜ、あれ。よし。あ、終わった。あ、ちょうど上で終わった。上で終わったら私どこに行った？おい、どい、どい。あ、やば。一と原で3回で3回だっけ？9回じゃなかったっけ？あれ4回。4回4回か。近いか。やべえ、3DS の電源が切れるとこだった。なんで？充電。充電さしてなかった。あ、遠い。遠い。どこまで行った？行けてるな。あんまりこいつ来たくないからな。そうそうそう。たまに一回やると面白いんだけど、もう二度目はしたくないっていう。クマさんが深い切れた。クマさんが去った。よし。おーし、剥げた。おーし。よし。割と時間に余裕あるな。うん。私電源さしてたのに。もう口の中。洞窟みたいな。
うん。待って。お教官チケット。龍神玉。古か古びた。メランジェ鉱石。ゴミしか出ねえなぁ。やっぱなんとかガンは生産アイテムか。みたいだな。よし、教官のエピソード終わりだ。何をくれるのかな、教官は。うほほほほってだけ。うほほほほ、おいおいだ、教官だ。急にやってしまったぞ。ぬほほほほ。授業に失敗したのだ。うん、分かってた。知ってた。明らかにフラグだった。ごつい重ヘビーな水着を作ったが、全く売れなかった。あっという間に無一文。我が輩学習能力ないの？売れないことは分かっていただと？バッカモン。それがルパンだ。お先真っ暗、going my way。どうにでもなーあれ。もうどうにでもなーあれって言ってる。一善人しかないのだ。お詫びてなんだが、我が輩を永遠にいつでも受注できるようにしていた。ぬはははぬはは、一善人。うわっ、これまでのエピソードクエで一番最悪だ、これ。結果3000人しかもらえなかったんだけど。ひどい。一応次のに切り替えとこう。